listening to Shibuya Cross FM。 皆様こんばんは、重松さと子のキラックスです。よろしくお願いいたします。今日はですね、一人でお送りするということで、ちょっと面持ち緊張でやってまいりました、重松です。デトックスというリラクゼーション&エステを、経営させていただいております、代表の重松です。最後までお付き合いください。50分間です。よろしくお願いいたします。今日ですね、一緒に手伝ってくださってる中の影の私の立役者、鈴木さんが一緒に応援して頑張ってくれてます。鈴木さん、今日もよろしくお願いいたします。パパーって帰ってきました。よろしくお願いします。さあ、そしてですね、いよいよ皆さん大開運期っぽいです。来ました、ついに。ここまでずっと何ヶ月も言ってきましたが、言ってくるだけあって、どうしても大事な月でございます。何が大事かっていうと、運気のもぎ取れる季節なんですね。運ってこうわーって巡ってる中で、黙ってて自分に来るか来ないかって待ってんのも嫌じゃないですか。自分で掴んじゃった方が手っ取り早いと思いません？なので、そういった日をこう選んで一番もぎ取れるよっていうのが、この6月の大開運期っぽいでございます。そのことについて詳しくは後半でお話の方をさせていただきたいと思います。さあ、そしてですね、今アジサイというのが私の町の周り、国立の周りではたくさん咲いている季節なんですけれども、アジサイというのが、これが厄落としに非常に効果があるお花なんですね。ぜひ色とりどりのいろんなアジサイがございますが、めでていただいて、可愛いね、綺麗だね、なんていうふうに思いをはせていただけると、あなたの厄が落ちるかもしれません。ぜひやってみてください。さあ、そしてそれだけではありません。もう私の番組をずっと長くご覧いただいている方、本当にありがとうございます。6月といえば、そうです、6月と12月は大きな大祓いの時でしたよね。1年に2回あります。6月はちょうど1年の半分でございますから、そこでこう大きな役、いや私悪いことしてないわ、悪いこと何もしてないから大丈夫、ご飯食べてるよねっていう、お魚とかお肉とか何かをやめていただいてることっていうのが、知らず知らずに積み重なって汚れになってることがあるんですよね。そういった知らず知らずについてしまった罪や汚れを払ってくれるのが、6月の一番最後の日のところに、夏名護市の大祓いというのがどこの神社でもやっています。もし血の輪といって、こう丸い輪っかが作ってあるところに出会えたあなた、とってもラッキーです。あれがあるけれども、どうやってやるのかわからないという方、左から回ってください。回る前に血の輪の前で一つお辞儀をして、私の役を払ってくださいねという形で、名前と住所と干支を言っていただいて、左に血の輪をくぐって回ります。また一礼をして、今度右側を回ります。でまた一礼をして、左側を回って、一礼をして、今度神前の方に参ります。それだけなんです。ぜひ汚れを払って、素敵な一年を最後過ごせるように、皆様頑張ってください。さあ、そしてお便りが来ています。言われた YouTube を見ました。2020年5月20日の日の YouTube で ございますが、見たんだけども、その通りやったんだけども、そのところは効果があるんですが、なんだかなんだか物足りません。横からのシルエット、自分で鏡で見たんですけれども、首が前に落ちているような感じで、どうしても自分で納得ができません。他は首とかは言われた通り出てくるようになったりできるようになったのですが、何かご自宅自分でできる方法ないですか、教えてください。里見ママさんよりいただきました。お便りありがとうございます。この2020年5月20日の時は、首周りと頭のところをほぐすやつをね、特化してやらせていただいているんですけれども、それでもこうすっきりしないなっていう方があるんだったらば、ぜひこう大胸筋といって、胸の上、胸の前、首の鎖骨の下のあたりのとこですね、持っていただいてぐっと伸ばしていただきます。持っていただいてぐっと伸ばす、持っていただいてぐっと伸ばす、そういったことをこう続けてやっていただくと、大胸筋というのがほぐれてきます。上腕骨頭といって、肩の先端のところ、よく巻き肩とか、
こう言われるところがですね、前に出てる人特にやっていただきたいんですけれども、そこだけじゃなくて細かく骨の近くのところまでこう持ってほぐす、持って開く、持って開くというふうにやっていただくんですが、大きく持っていただいて開くとうんとほぐれて、ちっちゃく持って骨の近くの方ちっちゃく持って開いていただいても細かいところがもっと入念にほぐれるようになってきます。なのでこういったことをしながらほぐしていく、自分で動かして、あ、開くようになってきたなと思ったら、今度小胸筋の前の方を持っていただいて、またそこの方を少しグッと持って開いていく、そういうのを繰り返していくと、なんと巻き肩が治るでしょう。なのでそれを繰り返していくと、体がこれが正しいんだっていう風に覚えていくので、その上でその2020年5月20日の YouTube のやつをもう一度やってみてください。そして首が前に出ちゃうということだったので、首は全部の、ね、いろんな司令塔が通っていますけれども、優しく優しくほぐしてあげてください。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、そしてですね、今ですねちょっとパニックになっています。外に何か人が来たようなので、ちょっとまずとりあえず1回曲入れましょう。1番目の1曲目がスピリットファイヤーダチエンブラザーさんです。あの先の杖、それさえつけないような Everyday、 全て悟ったふりに昼前見浮かべ、来る気取りですぐにリタイア、胸の奥でうずく光、灰になるにはまだ早い、時に気にして本気出せない子がダサいや、聞こえてくる嘲笑笑い飛ばせ上等、見せつけてたまらせるデザイア、身を焦がすような熱い思い、灰になって焼き尽くすまで、いつだって自分が重松さとこの、重松さとこのキラークス。おかしい、あれあれどうしたの、どうしたの。いや、あの心配で、先生が心配で、すみません、休みのはずが来ちゃいました。電車に乗って相方に送っていただいて、で、すみません、ただ本当にそこで視聴しようと今日思って、それでそこにいて、でも最初いなかったよね。いや、すぐそこの隠れてましたよ。え、なんで帰ってこなかったの最初に。
いや、あの先生が入るときは分かんないです。あの先生のこの放送時間に合わせてそこのその辺で待機してて、あ、始まると思ってそろそろそろって来たんですよ。やだ、もうびっくりしたサプライズが過ぎるよ。今初めてこの番組を見た人は、はい、何が起こって何の茶番なんだってなっちゃうので。なるほど、まだ私がパニック中なんですけれども、いつもの DJ のつとあの相方を務めてくださっている自己紹介お願いします。はい、デトックス国立店のチーフマネージャーの小林です。わーと言っていいかちょっと今日もよろしくお願いします。 お願いします、はい、よろしくお願いします。なんだ、ちゃんと言ってください。言ってくれればね、あれだったのに。いや、もともとはお休み予定だったので。いやありがとうございます。なんかわざわざ心配で来てくださって。そうです、はい、まあ、心強いです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうしました。いやいや、どうしました。ちょっとまだパニックですけど。なるほど、そうなんですね。あ、そういえば先生、さっきあの連絡いただきまして、先生おめでとうございます。あれですよ、学会発表決まったんですよね。なんてもう早いね。はい、もう流れてますよ、キネシオテーピング協会の中で瀬松先生が発表するっていうのでもう流れてますよみんな今回の学会の数が減ったりしてどうしよう。いやでもすごいですよね。ドクターの前で先生がドクターの方に教えるんですよ、発表するんですよ。すごくないですか。いや、もう緊張しかないです。そういうふうに言われるとどんどんプレッシャーで押しつぶされそうです。いや、でも名のある方がいらっしゃる中、白羽の矢が先生に立つことは私はすごく嬉しいです。なんか私がなんか幸せです。その現場に立ち会えることが。いや、もう帰りに閑散としてるかもしれないよ。あいつと口聞くのやめようとかね。いやいや、質問攻めですよ。多分もう帰れないぐらいの質問攻めですよ。いや、自分がね、なんか立ってるようなあれじゃなくて、本当大きな会で、はい、国際大会なので、うんうん、通訳の方がついてちゃんとね、あれしてくださるっていうことであれなんですけれども、はい、海外の方もですよね。そう、まあ先生方に話すっていうのってやっぱちょっと緊張するわよね。そうですね、でも先生なら大丈夫だと思います、うん、いや参りました。でもあれです、先生のことを存じ上げない方もいらっしゃると思って、さっき急いで鈴木さんにこれ先生の流してくださいってやつを送っといたので。またもう鈴木さんにみんな全乗っかりじゃないですか何を預けたんでしょう。じゃあちょっと、はい、NG とかなんか放送事故にならないですか。大丈夫ですか。大丈夫だと思います。はい、お願いします。これは先生があれです、生徒さんにテーピングの授業を教えてる時の写真を持ってきました。あ、懐かしいですね。こんな時も、あ、先生これはあれじゃないですか、大学で実際に生徒さんに教えて指導してる時じゃないですか、教壇に立って。懐かしいですね。はい、いやいいですね。私もありましたね、こんな頃。お、これはどこ教えてるんですか先生。これ股関節の動きと可動域についての説明をしてるとこですね。なるほど、いいな、私も受けたい。お、これ先生、これは日本陸連ですね。そうですね、オリンピックの選手たちを扱うとこの、はい、とこのシステムで取ったとこですね。おー、お、先生これは生徒さんからの質問を受けてるんですか。なんでしょうね前すぎて覚えてないですけど、法政大学のスポーツ健康学部で登壇してた時の写真ですね、はい、お、骸骨くんと先生隣に並んでますよ、ね、この頃覚えてます。骸骨くんうちの店にいましたよね。はい、いらっしゃいました。で、不評で気味が悪いとか怖いって言われちゃってから、こう2階にね入れてこう置いてたんだけど、はい、こうスタッフが上がってくると骸骨くんが横にゴーッと寝てるっていうね。そうなんです、びっくりしましたね。みんながびっくりされちゃうって言って、結局お店からは外したんだよね、置くのやめたんだよね。そうですね、うん、お、先生の宣材写真です持ってきました。よく多分これがあれですよね、学会の時に乗りますよね。先生帰ってきてください先生、先生が腕を組んで宣材写真で撮った時の。そう恥ずかしい。そうですね、この写真が多分乗るのかな。おー、楽しみです。ワールド大会の時のね、シデマツですっていうので出ると思います、はい、恥ずかしいですね、こうやって見るとね。さすが先生。いや、それよりかは内容が皆さんのためになるかどうかですよね。なるほど、わざわざこちらまで日本まで来ていただいて、見る価値があったな、そしてためになったな、よし自分も患者さんにやってみようと思っていただけるような技がね、出せたらいいなと思ってはいます。そうですね、はい、はい、あ、これはあれですか、先生の宣材写真というよりも、今度はビフォーアフターのお客様の今までのデザインを作った方のやつですよね。そうだね、これはなんか持ってきたのに意味があるんでしょ。はい、この後また説明するやつにどうしても使うので、ちょっと持ってきて、すみません、私が急いで持ってきたんで多分ミックスになっちゃいました、うん、すいません。いえいえいえ、
これは足のセルライトクラッシュですねをやった方の脂肪を崩して流してラインが出した時のやつです。足だけだね。はい、足ですね。でもお尻とかも上げてあげたかったね。そうなんですよね。あとラインも綺麗にしてあげたら、これもっと足長くなって、はい、見栄えがちょっとバランスが変わると見栄えが変わってたかもね。と思います。やっぱ調整も大事なんだよね、一緒にやるのがね。確かに、うん、次これで終わりですかねかな。はい、あ、細い人でもこれだけ変わるよっていうね。もともと上の人細く見えて同じ人ですけれども、やっぱり細くなるよっていうやつの映像を持ってきてくれたのかな。そうです。前回もこれ出してるよね。はい、脳に教え込むのにやっぱりしっかりと回数がどうしてもかかってしまう。でも教え込めさえすればもうそこに脂肪をつかなくするっていうのがやっぱり、うん、っていう写真を今回持ってきましたですかね。ありがとうございます。いいえ、ちょっとびっくりしちゃって。なんでですか？やろうと思ってたことがみんな書き消えました。なんかやらかしてます。大丈夫ですか？いや、心強いです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さあ始めていきましょう。お願いします。そしてですね、はい、今日の最後の方に風水のやつを持ってくる予定で、はい、で途中が、今回今の時期セルライトクラッシュが人気がわーっと出てくる時期なんですけれども、そうですね、皆さんリスナーさんからのあれを集めると、なぜ他の店じゃなくてうちなのか、はい、なんで先生方はよく他の店ぜひ行ってくださいってなんで言うのって、あ、言いますね、っていうのに対して答えようと思って私持ってきてたんですけど、なるほど、なるちゃんの方がセルライトクラッシュ今受けるのがよもや多くなってきてて、はい、そうなってくるとそういうお話っていっぱい聞くと思うんです。でなるちゃんも、うんうん、もううちでぜひうちでぜひって言わないで、どうぞ他行ってくださいと、はい、一回他の受けてきてくださいっていう風に言えって私が言ってもらってると思うんですけれども、はい、必ず戻ってくると思うんです、はい、で戻ってきた方がうちが他のお店と何が違うのっていう初めてのリスナーさんとかは、うん、行くか行かないか悩んでる方はまず何が違うの、他の店とどういう差ができるのっていうのをまず言われます、うん、よく帰ってきた方に言われるのが、まずかける時間が長い、一部位に対してのかける時間が長いですって、うんうん、ここまで長くかけてもらえなかった、うんうんうん、トータルで何十分とかっていう言い方をされるので、デトックスの場合はその1箇所につき大体15分、あとはその人に合わせてプラスもっとしたりとか、うんうん、その人の、人によってはもっとこっちにくびれの方に時間かけましょうとか、うんうん、ふくらはぎの方にっていう部分部分でまた狙っていくのがまず違うところが一つ、あともう一つはあれじゃないですか、やっぱ表皮筋膜筋肉に特化して勉強しているので、うんうん、その人に合わせて筋膜リリースとしてほぐすために使う方、凝ってたりとか疲れ物質を流しやすくしたりとか、うんうん、でもちろん脂肪を崩さないっていうわけではなく、しっかりそこも一緒に狙いながらやるので、痩せつつ、そういえば最近肩楽なのよね、腰ちょっと腰痛がちょっと変わってきたのよねって言われることはよくありますよね、うんうん、要は治療科の人たちがうちは多いんだよね、はい、一人今渡米してますけど、うんうん、柔道整復師がいてね、はい、そういったことも含めた上でこう治療科という人たちがやっているエステリラックサロンだからこそ、その先があるわけだよ ね、 そうですね。ただ通り一遍 の、 その崩すだけで習ってきている、そういうのだけで展開しているお店の、要は消しゴムみたいに教わるんだよね。落としたいとこゴシゴシやってたら落ちますよっていう言い方で習って出てきちゃう人が多いんだけど、うんうん、ここにはリンパ節が通ってるから、ここはあんまりたくさんやるとリンパが炎症を起こしちゃうのでリンパ節が腫れてきますよとかね、はい、そういったこととかっていうのをよく勉強してさせられてるわけだよね、私たちはね。そうですね、臓器がどこにどうついてるとか、じゃあこういうストレスが強い人にはここもプラスでかけてあげましょうとか、うんうんうん、あとは内臓系のとか、あと大腸のところとかも入念に細かく教えてくださって私も教わっているの で、うんうん、でそれに特化して、じゃあそこを流そう、この人の場合はこれが必要だってお話を聞いててっていうので、その人に合わせてやっぱ変えてますね。全く同じに削ることはないと思います、うん、そこがこう大手のとことは違うかもね、はい、大手だと通り一遍のマニュアルでこうしてくださいっていうのがあるかもしれないけど、うちの場合はマニュアルは基本でも叩き込んであって、それに特化してこういうオファーが来たらこうするべきであるっていうのを習ってる、はい、そしてこう足のフットとかもやってると、要は後庭台形とかそういうのを使った上で肩神経とかを知ってた上で、はい、どこのツボどこの反射区が何に効くとかを知ってるので、今の例えばこうよく世相で言うと皆さん頭使ってる神経使って
違ってる、会社の圧力の中で揉まれてる、はい、そういった方がこう大腸が動きが悪くなるんだよね、はい、じゃあお腹のセルライトクラッシュ、お腹のリンパ、バウエルスパやってる時に大腸をよくほぐしてあげとこうとかね、はい、それから崩しといてあげようとか、崩す時にどうせ通るんだったらそこをやっぱりやっといてあげようっていうのがあるから次の日に爽快に行けるんだよね。そうですね。なのでやっぱりそういう一つ二つ三つとこう他の人に習ってないことを知ってるから、まあ、結果が出るのかなって、なんか自分で言って自画自賛って一番恥ずかしいやつなんだけど、あ、いやいや、でもそれがやっぱり先生が今まで組み立ててきた今までの技のおかげでやっぱ皆さん救われて笑顔になって帰られて卒業されていく方が多いので、ね、今はそうやって同じ私の技を伝授して、はい、同じようにこうできる人が、ね、増えてきたっていうのがちょっと嬉しいですね。あ、ですね。自分一人ではとてもみんなを元気にするのはできませんので、あ、いや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 、うん、頑張ります頑張ってください。はい、頑張ります。はい、なのでよくよく他に行ってもらって帰ってきた人はもう絶対不動のあれだよね。やっぱりここじゃなきゃダメなんだ、ね、ただ単にかけるのが長いから聞く、それは聞くよね、うん、だけどその先がエニモアがあるからいいんだよね。そうですね、うんうん、さすが先生です。いやいやいや、なんかすごいプレッシャー、逆に今日は学会の話が出てからすごいプレッシャーです。そうですか、はい、私は楽しみにしてます。いやいいな、その私も聞く手でなんか今日はどんなの学べるんだろう、どんな新しい臨床研究があるんだろうっていうのを聞くのが楽しいのに、自分が発表の方になるとこんなにしんどいのかと。いや先生、一緒に手伝いで後ろでこうモニター回したりとか手伝いには入りますよ。あ、間違えちゃったとかやめてくださいね。それはさすがにあの場ではできないですね。あの場、うん、そうですね、できないですね。はい、ありがとうございますいつも助けられてます。いやいや、よろしくお願いします。はい、はい、さあそしてですね、はい、その大胸筋、小胸筋、この辺の胸をほぐしておくと、ここの腕が先端が引っ張られることがなくなるので、まずインショルダーだったのが通常のマニュアル のニュートラルのところに戻っていくんだよね。そうですね、肩がこう開きやすくなるんですね。はい、そうすると腕の疲れでよく中斜角筋っていうのがやられちゃうんだけど、お首の前の方ですね。そうで、今度前を支えている胸鎖乳突筋とかそういうのがあるんだけど、はい、そういったところががっちりだったりするともうこうなってちゃうよね。前に首が行ってもう巻き型になってっちゃうんだよね。あ、そうですね。そうすると横から見た時ちょっと格好悪いですね。格好悪い、若々しくない。そうですね、はい、なので特に私のような年齢のものはそういうところをねほぐしていてシャンとさせるっていうのがあるとやっぱかっこいいわよね。かっこいいです ね、そういう風に痛いものです。いや、もう在住先生、私がやりますありがとうございます。はい、はい、そしてですね、いや、もうちょっとぶっ飛んでます、頭びっくりしちゃっていやいやいやすいません。もう1個ティニッシュの写真確か持ってきてます、はい、私。あ、そうなんです、はい、そしたらそのちょうどさっきから学会に出るよって言ってた世界大会のやつに私出ますよって言ってたやつのキネショーテープがどんなものかっていうやつで合ってる。そうです。じゃあその映像をよかったら見せてください。はい、お願いします。はい、アスリートの方が、これは陸上系ですよね。そうで、テープを膝、うん、前肩甲骨筋、そうですね、うん、に貼ってますね。おお、これモデルですね。こうキネショーこうちょっとイメージがこう悪くならないようにスタイリッシュにっていうので撮ったやつですね。おお、これもそうですね。あれ燃えてますよ、うっすらなんか炎がまとってるのが見えますよね、うん、そうですね、腕に特化してるんですね、これは。あれをつけたら肩がもう違いますからね、燃えませんからね肩薬品は一切入ってないですからね。はい、薬品は全くなしです。赤ちゃんが舐めても OK ですね。はい、水にも強いよっていうテープですね。確かにお風呂入っても取れないです。うんうん、ですね。おー、これは嬉しいですよね。大歓声の前でガッツポーズをしている選手がいますが、キネショーを貼ってビクトリーっていうね。嬉しいですね。嬉しいですね。やっぱりこういう選手は使わせていただいたりすると本当に嬉しいですよね。はい、貼った後に我々に抱きついてくるんですよ、走ってきて。ありがとうってことですね。そうなんです、やったよみたいな感じで走ってくるんですけれども、ものすごいもうアドレナリンが全開の状態なので、もう本当飛びかかってくるようにこう抱きついていらっしゃるんですけれども、それを支えられる年でももうないんだよこちらもキネシを貼っときましょう。そう、キネシを貼って待機する。そうですね、はい、
ビーチバレーですよね。ビーチバレーなんてものすごい体力使いますからね。いやそうですね、足場悪いですからね、まず、うん、体幹が必要ですね。はい、そして右側の彼女気になりますね。あの横隔膜、肋骨のところに貼っていますが、はい、ただあれではなくて、これきっとしゃっくりとか横隔膜の痙攣があったかなみたいなね。あ、緊張ってことですか。そうです、そうです。なのでそれを取るためにそこを圧力をかけて抑えておくと、しゃっくりが止まったり横隔膜の痙攣が止まったりするので、すごくこう本来の調子を発揮できるっていうので、いいで貼ったりすることも多いですね、うん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 、そりゃハイタッチですよ、勝ったらやっとー、ね、もうあの顔がもう生き生きしててスポーツっていいですね。かっこいいです ね、 ね。だけどね、全てがこういう選手とか名のついててお金が稼げてる人がすごいんではなくて、生きてることがもうスポーツなんですよね。本当に大病をするとまず毎日一日をやり過ごすことがね本当に大変なんです。はい、それは今回すごく誰よりも分かると思います。はい、あの何といってもこの目の前にいる小林がですね、手術明けなんですね。そうですね、はい、なのでその辛さっていうのを今までコンコンと私が言ってきたことを今目の当たりにして体感されたと思うんですが、まず毎日をやり過ごす大変さといったらもう本当すごいものがあったと思います。はい、そうですね、もう本当とにかくこの痛みから逃れられるために、何でもいい、とにかく助けてくれっていうのが強かったです。もう何やってももう気持ち悪い、吐きそう、腰痛が痛いとか、うんうん、でやっぱ誰もどうしたらいいんだろうみたいな、ドクターのとこに行ってもただ点滴打たれるだけとか吐き気止めされるだけ、そう、でもそれじゃ痛み変わらないしみたいな。そうなので、そういう時にキネシオをやっぱ貼ってもらって、空間ができたおかげでやっぱその吐き気が止まったり痛みがなくなってきたりっていうのがすごいまず感動しました、うんうん、まずその手術までにどうやってやり過ごすかがすごい大変だったんですけども、うんうん、本当テープのおかげで多分手術までここまで持ってこれたと思います。本当ありがとうございます。先生、いえいえいえ、よくね倒れちゃうようなことがありましたもんね。そうですね、うん、そういった時にやっぱりテープを貼ってスペースを作って空間を作って悪いものを早く出して、はい、いいもので満たしてあげるっていうのがあると、ほんのちょっとでもちょっと良くなってくるというか耐えられるようになってきたりとか、はい、本当に病状が良くなってく人もいたりね、うん、あ、そうですね、うん、私もすごいパーンってお腹張ってたのがシュッてやっぱ張った次の日とか写真撮ってもらうと全然サイズが違かったので本当びっくりしました。うんうん、あの中の圧力を取るということや内臓の大切さっていうのがもう本当痛いほど伝わる年齢にもなったんですけれども、なるちゃんはね若くして本当こういうのを体感されて、はい、結局は戦うのは自分なんだよね。あ、そうですね、はい、今病院にいて聞いてくださってる方もいると思うんですけれども、本当にその孤独と自分と向き合うことへの熱量たるものは本当大変な、闘病って本当大変なことだと思います。でもあの私もこうやって立ち直ってきてますし、小林も立ち直ってきてますし、やっぱりどうしてもみんな通る道なんだと思うんです。負けないでください必ず戦って、自分に負けてそれを受け入れてしまったら落ちるだけなんです何かあるはずです。絶対にめげないでくださいですね、はい、でまた傷跡もっていうのもまたテープありますからね。はい、女の子はねもう傷になっちゃったからもう嫌だとかね、もう水着着れなくなっちゃったなんていう方いますけど、今はキネシオが用を救うかもしれないね。そうですね、うん、なんで私も今これからのあのやるのがすごい楽しみです。うんうん、で今ねなるちゃんの傷跡見てもあれだけど、もうそこでテープを使ってるもんね。そうです、テープ使ってます ねホチキスとか縫う時代だったんですよ私の。おお、なので何針縫ったとかっていう世代なんですけれども、はい、今もうすでにテープっていうのが主流になってきてるっていうのが、これがもう何年も前にキネシオが先にやってたことが今いよいよ世に広まってきてて。あ、そうですね、うん、ただなんか細かくドクターにこうですかって聞いた時の返答を聞いて、あ、やっぱキネシオは先行ってんだなって今回すごい思いました。はい、もう最先端を行ってると思います、はい、メディカルに関して、スポーツの方もそうですけどメディカルに関してもかなり先を行ってます。ちなみに今回の国際大会はメディカルが中心です。おお、先生さすがです。いや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 、だからそれ言うとさプレッシャーになるからね、今日決まったばかりだから、はい、ちょっともう本当ちょっとプレッシャーになっちゃうのでやめましょう。はい、一緒に手伝います。ありがとうよかったですこれは音声が乱れてるわけではございませんっていう , 笑い声でございます、はい、さあそして、はい、2曲目いっていいですか。はい、はい、2曲目、なっちゃんで僕らはずっと。
桜の木の下優しい木漏れ日花びら風に乗って僕らは歩き出した君が涙流した日々も君が人を愛した日々も君の涙が晴れた日々も君が歩み始めた日々も覚えているよ共に歩んできた時の流れ止めどなく思い出遠ざかっても教えてくれた僕らはずっと友達確かなものが欲しくて愛はすり抜ける君は不確かさを愛と呼んで歩き出したどんなうまくいかないことも君は自分を責め立てずにどんなことも話してくれた松さとこの松さとこのキラックス、キラキラが流れました。よろしくお願いします。お願いします。はい、さあそしてですね、せっかくそういう話が出たならば、はい、先ほどの大胸筋ですけれども、はい、大胸筋小胸筋やってみたけれどもうまくできなかった、大丈夫です。もしどうしてもの時はうちに来てください。初回の方は5500円にプラス消費税ですっていうと広告みたいになっちゃうかもしれないんですけど、はい、本当に困ってる人がいるのよね。いやそうなんです。でやっぱ実際に自分でほぐせる限界ってあるじゃないですか。そうなの。でやっぱ奥の深いところまでいろんな機械とかを使ってほぐすと、あ私ってもっとこんな動くんだって皆さん笑顔で変えられますね。そうなの、やっぱり快適になるっていうのがこんなに楽なんだっていうのがあるとやっぱりやめられないというか、まあ、その1回でもね一期一会で良くなってくれればそれで全然構わないっていうか、はいはい、なのでそういう方が必要であれば、お店の方にお越しください。お店の住所お願いします。はい、はい、東京都国立市東 1-15-11 大学通り448ビル地下1階デトックスでございます。はい、公式のホームページもございますので質問等ございましたらそちらの方までお問い合わせください。お願いします。お電話番号お願いいたします。はい、0804463-0333でございます。はい、ありがとうございます。はい、もう一回お願いします。はい、0804463-0333でございます。国立店です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、そしてですね、せっかくこの話が出たならば、はい、初めてまだうちに来たことがなくてね、初めての方たちも結構いらっしゃる、見てる方でいらっしゃるので、はい、何か特別なスペシャルなサービスないですかっていう、そしたらなんかそれを皮切りにっていう話が来てるんですけれども、はい、なんか国立店の店長さんでございますからなるちゃん、なんかないですかね。キャンペーンですか。はい、今黄金パック出してます。
そうなんです。でも3人だけだったよね。そう、3人限定です。あの材料のことを考えてね。そうなんです。でしかも今回すごい値段を落として3人だけだからって言って出すんだよね。そうです。背中に黄金パックを塗ります。はい、つやめきとあと何ですか、キメが細かくなってで肌のトーンが明るくなりますよね。はい、背中のオイルリンパマッサージが入った後にその黄金パックを塗って写真も撮りますよ。だいたいみんなで撮りたいって言われるんですよ。でもおーって必ず出てますよね。うんうん。でその後食べたいとかって言われる人もいて、えっていう、食べたい、はい、で少量だったらいいんです。例えば顔でもね、あんまり顔の汚れとか要は電気とかちょっと有害物質が取れたりするんですよ。はい、だからあんまり食べるのおすすめじゃない。そうですね。のが正直、ほらよくパフェとか街中でどっか行くと金粉が乗ってたりとか、お茶の中に金箔入ってたりとか、はい、ソフトクリームとか、そうそういうのはね体にいいんですよ。なるほど。ちょっとはいいんです。だけどたくさんになるとやっぱ有害なんですね。あの少量だったら逆にいいんですけど、はい、なのであんまりおすすめではないんですけども、はい、お声が入った時は、お声が入った時は考えます。あとはその人の体の調子とかねを伺ってて大丈夫そうであればですけれども、はいはい、一応3名まで黄金パック背中に塗るのがオイルリンパトリートメント後に塗りますよっていうのが目玉であるんだよね。そうです、はい、それはまあ楽しみだね。はい、でそれ以外でちょうど今セルライトクラッシュの話をしたので、ちょうどなるちゃんがいない体だと思って、はい、なるちゃんの動画を私撮ってきたんですよ。そうなんですよ。でまず調整ありきで、調整で骨格を整えてからセルライトの内容、セルライトの肉をいらないとこを削るっていうのがやっぱりあると美しいというので、うん、調整でもセルライトでもいいので、私なるちゃんがいない体で持ってきたなるちゃんの動画ありますよね、撮ってもらった、はい、あれをちょっと流してもらっていいですか。なんといっても調整です。オーナーの世界各国で学んだ奥義の数々は簡単には真似できない技です。デトックスでは表皮、筋膜、筋肉に特化して行いますので、他のリラクゼーションサロンとは一味も二味も違います。首や肩のお疲れにはもちろん、ご自身の骨格をこうしたい、こう変えたいというのを一緒に行っていくのが調整です。使用する道具にもオーナーはこだわりがあり、お客様のお体に安全なものしか使いません。そんな不動の人気の調整プラス立体胴体派の10回券を出します。1回が 16,300円プラス消費税になります。立体胴体派を一度ご体感してしまうと、あの感動をもう一度と思ってしまいます。ですよね先生。ですよね先生。今目の前にいるこれどうしよう。もうね、これを見てこう言おう、ああ言おうって考えてきていて、その本人が今目の前にいるという刹那ですよね先生。ね、ですよね。なので、その調整とちょうど一緒にやりたい、調整やりたいっていう方に対してはそういうのもありますよ。で今だったら立体胴体派というとてもちょっとマニアックな、はい、本当プロフェッショナルの人たちしか今までは使えないと言われてたものが、ついに民間の人たちにもね使えるようになりましたという機会がうちにありますので、よかったらご体感ください。はい、さあ続いてセルライトクラッシュいきましょう。はい、これからの時期オファーが鳴り出してきているのがセルライトクラッシュです。送信のメニューでございます。最初にドームサウナに入ってセルライトの玉を溶かしやすい状態にしていきます。ドームサウナだけでダイエットしている方もいらっしゃいます。ただしドームサウナだけではセルライトの玉の核をなくすことはできません。この核は餌を与えてしまいますとまた大きくなってきます。その核をなくしていくために機械を使っていきます。最後にスタッフがしっかりとリンパを流させていただきます。この時期はブライダルのオファーや T シャツをかっこよく着たい、そしてスポーツアスリートの方からは筋膜リリースとしてのオファーも来ております。こちらのメニューを1回 8V で 13,800円プラス消費税で行わせていただきます。でもそれだけじゃキャンペーンっぽくないので、デトックスで1番人気、いや2番、3番、ちょっと分かんないですけども、人気の 8V3 回コースも復活させちゃいます。3回で 37,800円プラス消費税も一緒に出しちゃいます。 8V ですよ。
先生、いいですよね、いいですよね、お願いします、お願いします。許可してないでも出しちゃうもんね、なるちゃんね。はい、皆様のために頑張ります。今日帰り楽屋な。はい、素直に行くであります。今日素直に自分からはい行くであります。聞いてないもんね。はい、だけど、まあ、ビデオを撮ってるあたりで黙って絶対本番でそこまで見ないでくださいねって言ってたのはこういうことなのね。はい、なるほど、なるほど。はい、じゃあ次行きましょう。はい、でなんかあともう一つあるんだよね。もう一つなんか作ってもらって、まあ、あの本番で開けてねって言ってたのがありましたよね。ありますね。じゃあそれもう一つ開けちゃいましょう。はい、忘れちゃいけない安らぎ系メニュー、背中のオイルリンパトリートメント。新年度に入って1ヶ月が経ちましたが、皆様お疲れは大丈夫ですか？肩周りがだるい、心のスイッチのオンオフがうまくできないというお悩みの方におすすめです。しっかりと疲れ物質乳酸と尿酸を運ばせていただきます。こちらのメニューを6900円のプラス消費税で行わせていただきます。さらにもっとむくみを出したいというあなたにスパインセラピー付きも出しちゃいます。薬草のオイルを使っていきます。1週間に2回を2週間行った方で、それだけで 1.5 キロの体重を落とした方もいらっしゃいます。むくみがあると重さが何ですか、重いので気持ちも上がりづらくなっちゃいますよね。背中のオイルリンパトリートメントプラススパインセラピー、むくみに特化したもので9800円にプラス消費税で行わせていただきます。あー、私もやりたい。先生どうですか？先生どうですか？先生どうですか？って言われたらもうね、グーの音も出ませんけど。え、何、6900円でオイルリンパやるの？そうです、この6月のお疲れシーズンにありだと思います。いや大丈夫？体力頑張ります。で、何、オイルリンパのあのやつとスパインの薬草のついたやつが9800円。はい、あとで楽屋に入った後にトイレなみたいな。行くであります。行くであります。はい、嘘です。さあ、それで、それはもうあの広告番宣ですいません、こんな話ばっかりで番宣でした、すみません。さあ、そこでですね、風水の方に入っていきましょう。はい、あ、はい、プレゼント企画はいいんですか？え、プレゼント、この上、何、安くした上にプレゼント出すの？はい、で、あのこのラジオを見ていただいた方にプレゼント企画をやりたいなと。お願いします、はい、先生。え、はいはい、もうこの時期にどれかなって悩んだんです。悩んだ中で、はい、ヘッドマッサージだと思ったんですよ。頭のマッサージ、まあ今人気ある。そうですよね、絶頂睡眠とかね、はい、これを何かにクイズに正解か何か問題に答えられた方、もう皆様に一人一回ヘッドマッサージプレゼント。じゃあ、今私は DJ です。はい、茂松先生は DJ です。はい、彼女をの名前もしくは彼女のニックネーム、みんながなんて呼んでるでしょうかがクイズですか？はい、クイズで、その答えをお店に来て言ってくださったら、施術をしてる最中にヘッドマッサージをプレゼントしましょう。はい、ただ毎回ってわけにいかないので、ランダムで必ず1回は当たるようにしますが、誰が来るかはちょっと難しいね。そうですね、スタッフは選べないですね。どの人が当たるかはちょっと、うん、あの分からないんですけども、でその時にあの言っていただいて、そのクイズにあの言って答えていただいた方、1人1回やらせていただこうかなと。1人1回、はい、で、うんうん、YouTube で上がった後の方もこれはもちろん対象で、うんうん、あ、でも疲れが出やすい時期だからいいんじゃないかな。いいですよね。うん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 、勝ち取りました。はい、じゃあやりましょう。はい、ちなみに私、入魂ヘッドマッサージってよく言われるんです。あ、わかります。お客様に命名されて。そうなんです。はい、そんな感じ。先生が、はい、確かに入魂ヘッドマッサージって感じですね。なるちゃんのって命名がまだついてなくて、なるちゃんのやつの命名をしたいんですけど。はぁ、なんと、何がいいですかね。なんもないですね。なるちゃんは曲によく励まされたり、曲が好きだって言うじゃないですか。はい、一番好きな人の曲のサビの部分ってどんな歌詞ですか？一番、1、2ぐらいになっちゃうんですけども、この道で間違いない、そのタイミングで行きなっていうサビのやつはずっと好きですね。じゃあ、この道ヘッドで。こ
この道ヘッドでこの道ヘッドでありがとうございます。なるちゃんのヘッドはこれからこの道ヘッドで。わかりました。はい、っていう感じでいきます、はい、でも私が本当にヘッドでオファーいただいた時はもうその人を寝かせに行く勢いで頑張りますので。あ、いいね。その心がけは素敵だと思います。ありがとう、お客様のためによくしてくれて。なんでちょっとサービスの時はまた違いますが、もうヘッドでっていう時はがっつり行こうと思います。この道ヘッドで。さあそこでちょっとね音楽かけちゃうともう他の話ができなくなっちゃうので、はい、ごめんなさい、このまま行きます、はい、さあ、大開運吉報位やってきましたね、はい、のやつをやらせていただきます、はい、まずラッキーカラー忘れちゃいけない。どんな色、どんなあれを使ってどんな服装で向こうでどんな色のものを買えばいいか、ラッキーカラーお願いします、はい、オレンジ、グリーン、白、ゴールドの4色です。はい、よくできました、はい、さあそして大事なのはその人がいい方角の方に行かなきゃいけないよね、はい、逆にその時に強方位に行ってしまうと大凶になっちゃうんですよ、はい、なので絶対いい方角に行ってください、はい、でそれを見る時にはあちこち方位というネットから検索していただいて見ていただいて間違いがなく自分の来てる方向が吉っぽいかどうかというのを見ていただくことが大事でございます、はい、さあそして吉っぽい私どっちに行ったらいいのを説明します。皆さんメモの用意はいいですか。はい、今回も呼び名を一部省略させていただきます。はい、一泊さん、東と南が三角、はい、時刻さん、東北、はい、南が二重丸。ちょっと待って、ちょっと待って、はい、今日はね、一つ入れたいんですよ。お、一泊さんだったらば、はい、芸が運を輝かせる。おなので何か芸事に導くような、例えば、事務仕事してたらボールペンとか、はい、芸が運を輝かせる。時刻さん言いましたよね。時刻さんは雨が新しい人間関係を引き寄せてくれる。雨は厄落としになったり運をつかむときにもいいって言われています。はい、はい、三碧さん、はい、南西が二重丸、東北、東、南が三角。不安定なら食器や箸を変えてみてくださいね。三碧さん、白くさん、南西が二重丸、東北、東、南が三角です。なんと視力さん、開運したいならパーッとお金を使ってください。おなんてこと言うのと思うかもしれないんですが、実は運が動きづらい方なんだと思います。なるほど。運をどうしても自分の揺さぶって運が来るように動かせっていう活を入れるときには使うといいんです。お特に人におごるといいです。お、はい、五王さん、はい、東北、東、南が二重丸、南西が三角です。アジサイの色が気持ちを穏やかにしてくれますよ。お六泊さん、東北、南、南西二重丸です、はい、6月8日昨日ですねから新しい恋を始めましょう。はっていうかもしれないんですけど、新しい恋というのは人だけじゃないです。技術だとか、ね、いろんなことお稽古事とかでもいいんです。そういったことに少し前向きになってみてください。はい、七石さん、はい、東、南が二重丸です、はい、過去の生産で新しい運を手に入れてください。八泊さん、東北、東が二重丸、南西が三角です。雨の日のイライラに注意してください。九死さん、東が二重丸、東北、南西が三角です。夏至の日光には強烈なパワーがあります。利用してください。おー、いろいろあるんですね。そうなんです。実はこの20日21日の太陽の光というののパワーは猛烈なんですね。え、風水のパワーとしても猛烈で、特に輝くとか南側に行く人とってもいいんです。なので今言った中で南側に運気があるよって言われた人は超ラッキー。南側に行って光沢のあるものを買うか、光沢の出るような行為をするか、例えば靴磨くとか、イヤリング、服とか、はい、何かそういうピカピカするものをもっと光沢を出すことをすると運気がめちゃくちゃみなぎります。いいですね。特に南は美容面才能に秀でていますので、そちら側に力を入れていただくと特にそういった力を発揮してくれます。おやりますそうか、南がラッキーな方だけ。ラッキーなんです。あ、それはよかったよかった。やります。はい、ぜひやってみてください。はい、さあそしてですね、旅行のバッグ私玄関に出しました。出してこういう今オレンジのスカーフ持ってきたんですけれども、はい、オレンジのスカーフとかを巻いたりグリーンゴールドとかのものをつけて、その大開運吉報位の時に行くものを前にもお伝えしましたが、玄関に置いてそういうラッキーカラーをカバンにつけておく。そうですね、はい、始めました。やってますか。すいません、術前はやったんですが新しくやり直しますはい、さあ、 あともう一つ、はい、しとしと雨多いね、ここのとこね、しとしとどころかもうドザーっていう感じも
あった日もありましたけど。ありましたね、すごい雨でしたね。特に新婚のあなた、はい、雨の日に喧嘩をしてはいけません。雨の日に喧嘩は大丈夫だったと思います。でも以後気をつけますっていうことはちょいちょい勃発していらっしゃるんですね。いやでも戦わせてもらえないので大丈夫だと思います。うん、どういう意味、戦わせてもらえないってどういう意味いやもう向こうがスンってこう分かりましたっていう感じで。わ、大人。向こうの方が大人ですね。大人、はい、そしたら自分がちっちゃく見えちゃうね。そうです、向こうが先にスーンって喧嘩の時言っちゃうとね。そうです、なんか、なんかもう、そういう風に言ってた自分がちっちゃいかもと思ってシュンとしちゃったりね。です。あ、かわいい。いや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 でした、はい、雨の日の喧嘩はやめましょう、はい、さあそれでは皆さんの運気をもぎ取って頑張って後半戦行ってくださいね。応援しています。また来月お会いしましょう。ありがとうございました。